アロハこんにちは、 DJ ソアライズメロージアム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もバックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキー装備召喚、今回はですねファイナルファンタジー7です。はい、やってきましたファイナルファンタジー7。早速なんですけどキャラクターチェックワンツーしていきましょうか。はい、7ですね。最近ちょっと思ったんですけど、このメンバーと押すと一気に一覧で見れるんですよね。これでチェックしていきたいと思います。ファイナルファンタジー7ですね。はい、8から7に変えます。まずクラウド様見てみましょうか。はい、クラウド様です。見てみましょう。これですね、覚醒奥義、超絶オーバーフロー奥義持ってます。初期、専用超必殺バースト専用オーバーフローバースト戦技バーストオーバーフロー奥義超絶戦技持ってます。闇と風だ、でも全部コンプリートしてますよね。多分クラウド様はコンプリートしてるはずなんですよ。はい、ガチャ待ても全部コンプリートしてます。クラウド様は全部コンプリートしてます。で、バレットちゃんは超絶のみ、渋い、ガチャ待てなし。はい、我らが大好きティファちゃん、みんなが好きなわけじゃないか。今ティファちゃんかなりブーム来てますんで、もともとねリアルタイムでファイナルファンタジー7やってる時もティファちゃん推しでしたけど、はい、ファイナルファンタジー7リメイクの発売日2020年3月3日ひな祭り、ティファちゃんの映像も出てました。かなりセクシーでしたね。そんな感じで今ティファちゃんかなりブーム来てるんで、僕の中で、現に強いんでね、ほんと超絶1個持ちから一気にここまで来ました。はい、シンクロ奥義、超絶覚醒奥義でもって、初期専用超必殺バーストオーバーフローバーストもいっぱい持ってます。ありがとうございます。ガチャ待ては1個目かな、軍手だけですね持ってんのは。モンカビリティ放つで、ちゃんとしっかりね冒険地の方作ってあげました。まだセイレン3なんでね、5までしてあげたいと思います。でもって次がエアリスちゃん、しょぼいんですよ。まあ、結構ね深淵を始めた頃ぐらい、まあ、エアリスちゃんが唯一多分即時発動超絶踏みとどもってるやつだったのが、2戦の時はエアリスちゃんだったんですけど、あんまりキャラ愛がないのでね、あんま使ってないんですけど、まあ、物理パ、ナイトメア7、あと風パの時はエアリスちゃん使ってるんですけど、まあ、基本的にはエアリスちゃんはそんなに使ってないです。だけどエアリスちゃんの覚醒奥義ほんでもって星6戦には欲しいところ、まあ、キャラ愛が足りないからなのかな。ピックアップ、ヒーラーのね、あん時エアリスちゃんだけ覚醒奥義出なかったですね。あと全員エイコちゃんやシュトラほんでもってウララちゃんみんな出たんですけど、あとあれか、なんだエイコじゃねえな、なんだっけ、セルフィーちゃんだ出てるのにエアリスだけ出ないっていうね、エアリス狙いではあったんですけど、渋かった。そんな感じで今回でエアリスちゃんの星ログ戦技もしくはなんだ覚醒奥義ゲットできたらなと思います。タイタン戦に向けて、まあ、まだ星5のね魔石まだ全然半分しかクリアしてないのでまだまだなんですけど、まあそんな感じで未来のちょっと戦力として欲しいところですね。でもって次が、はい、レッサーテン見てみましょうか。ワンちゃんもね覚醒奥義ゲットしてるんですよ。実はワンちゃん覚醒奥義ゲットしてます。あ、反射こっちの超絶か、結構バフ役からこれで一気になんだ攻撃ができるようになったかなって感じですね。ワンちゃん何気揃ってんすよ、ガチャ待ても。はい、なんかすごいんですよね。まあ、これで魔法攻撃いけるかなっていうのはあるんですけど、ワンちゃん別にワンちゃん狙い何も取ってなかったんですけど自然に揃ったっすね。これはなかなか嬉しいことなんですけど、ワンちゃんはもうこれでもうチーマホはもう完全レギュラースタメンですね。じゃあ次ユフィちゃん行ってみましょう。ユフィちゃんね、はい、僕のユフィちゃんのエピソード過去のなんだろう初期の方かな、なんだろうもうずっと初期の方ですね。まだ今ちょうどこれで多分動画が300超えたぐらい、300ぐらいのところで多分この動画上がってると思うんですけど、はい、僕がファイナルファンタジーレコードキーパーやった時のエピソード、最初英雄を復活させるみたいなのあるじゃないですか、使うやつ何個かしか使えなくて、
どのキャラを、この英雄を仲間に入れようときにユフィちゃんまずやったんですよね。ユフィちゃん、まあ、忍者好きなんでね、漫画だったらナルトとか好きなんで、昔だったら忍空、忍たま乱太郎とかも面白かったと思うんですけど、まず、あ、忍者好きなんですよね。忍者キャラ、聖剣伝説3だったらホークアイ忍者にしてましたし、ホークアイだっけな、忍者にしてましたし、結構忍者キャラ好きなんですよね。頑張れゴエモンだったらサスケ使うしみたいな、そんな感じで忍者キャラ好きで、なんだろうな、ユフィちゃんをそこ手に入れてたんですよ。だけど全然技が揃ってなくて、バーストなんか超絶1個持ってたかな、割合回復みたいなかな、どれだろう、こっちの方かな、これ持ってるぐらいだったのかな確か。なんで、まあ、ユフィちゃんね、結構キャラ愛としては結構好きなキャラなので、一応ねキングダムハーツモデルのやつなんだっけ、これかな、この超絶キングダムハーツモデル一応ゲットしたんでね、これ再販ないでしょう、これ無事ゲットしたんでね、ユフィちゃん。そのためにね、なんだろう、ユフィちゃんのやっぱり水天一匹を持たせて、ガンガン水で攻撃してあげたいんで、覚醒奥義手に入れてあげたいかなっていうのありますね、ユフィちゃんの。で、持ってマテリア。マテリア全部持ってないのかな、マテリアハンター、ユフィちゃん。でもユフィちゃんは忍者ってわけでもないか。言うても、手裏剣使いではありますか。まずは次、ケットシー見てみましょうか。ケットシーちゃんは超絶超必殺のみですね。まあ、かなり渋いですね。ガチャマテなし。ヴィンセントちゃん。ヴィンセントちゃんもね、こいつにはもう本当にチェインが出なくて出なくて困ったもんだったんですけど、ドリームで、ドリームじゃない、福袋でがっつりゲットできたんで、で、バーストでね、反射も持ってますし、戦技も持ってる、超絶持ってるなんですけど、覚醒奥義、金ピカの金の銃欲しいところです。セブンはね、あ、ガチャマテも持ってますね、1個。そのあとヴィンセンちゃん。まあ、炎ね、炎魔法場だったらもう完全にチェイン役、ヴィンセンちゃんいるんでね。ヴィンセンちゃん、ちょっとゲットしてきたいです。でもってザックスちゃん。風パ物理だったらもうチェイン役、急チェインなんですけどね。クラウド様との相性が抜群にいいので、入れてます。で、超絶弱体かな、これは。持ってるんですけど、弱体じゃないのか、これは。あ、弱体ですね。で、星6戦技を持ってるので、まあ割と使いが、そう、このアコパリプス、これこれ、そうそう、今って必殺技仕様変わったじゃないですか、速攻覚えるじゃないですか。で、過去に持ってて捨てたやつとかも覚えるみたいな感じじゃないですか。これ昔のなんだろう、なんだろう、クリスタスタワー出た時に、新しくなる時に出るピックアップ系のやつ、なんだろう、ラッキーかな、ラッキーガチャみたいな、半額で3回だけおまけもらえるやつみたいな、あの時に撮ったんすよ。ザックスのこのステアップ欲しくて。だけど、覚えさせる前に間違えてこう、捨てたのかな、合体させちゃったかなんかで、覚えなかったんすよ。で、もう一回これを撮るのはどうかなっていうので撮ってなかったんすよ。そしたら案の定、今回のその仕様アップデートのおかげで、アポカリプスを覚えることができました。内容的にどうなんだろう。4回連続強力な遠距離、物理攻撃、味方全体にヘイスト、ヘイストいっちゃう、バネーな。はい、でこんな感じでマテリアもね、まあ、1個持ってるのかな、ガチャマテは。はーい、でもって次セフィロスちゃん。セフィロスちゃんもね、はい、セフィロスちゃんもね、結構初期から使ってたんですけど、なんだろう、バーストしか持ってなかったかな、このバーストかな、全体攻撃みたいなやつの、これこれ、リユニオン。これだけ持ってて、って感じだったんですよね。だけど、闇まといのマテリアを持ってて、開幕まとい持ってて、って感じだったんですけど、一気に覚醒奥義、スティグマゲットしたことによって、ドリームで超絶斬新手に入れて、オバフロー奥義は普通に何回出たのかな感じで、一気にセフィロスちゃん闇パでは最強になりましたね。はい。でもって、シドちゃん。シドちゃん見ていきましょうか。はい、シドちゃんシリーズチェーン出たんですよ、こいつ。いや。これでね、シリーズチェーンが出ちゃったんで、まぁちょっとまた、2軍メンバーに一気に上がってきたかなってところありますね。マテリアはなし。
じゃあ、レノ行きましょうか。レノもね、もらえるチェーン持ってて、でもそう考えると超絶バーストのみですね、持ってるのは。ガチャ待てもなし。アンジール見てみましょうか、アンジールちゃん。戦技のみですか、戦技のみ。マテリアなし。ルーファス、社長見てみましょう。社長は、超必殺バースト、プレジデントか。お、ガチャ待て持ってるのか何か。ガチャ、あ、なんか持ってますね。世界の代表者。短縮系ですね。シェルク、見てみましょう。バースト超必殺か。渋い。時の止まり戦士？あ、なるほど。まあ、なかなかレギュラーには厳しいですね。ルード、こいつもチェイン持ち。こいつもチェインか。こいつ何チだっけ。あー、なるほどね。オッケー。チ厳しいでしょ。ワンちゃんいますから。で、イリーナ、見てみましょうか。イリーナ。イリーナ何もない。完全何も持ってないですね。はい、そんな感じで、ファイナルファンタジー7。ちょっとガチャし、7はね、結構キャラ揃ってるて、なんだろう。割とスタメンキャラも多いんですよね。クラウド、ティファ、エアリス、レッドサーティーン、ユフィ、ヴィンセント、ザックス、セフィロス、揃ってますからね。まあ、2軍メンバーで考えてもシド、食い込めるでしょう。なので、ちょっと、まあ、今回僕として欲しいのは、狙いたいのは、第一希望、エアリスの覚醒奥義、でもって、星ログ戦技ですかね。で、ユフィちゃんだったら覚醒奥義、で、ヴィンセントちゃんの覚醒奥義、ザックスちゃんの覚醒奥義、そんなところでしょうか。かぶってほしくないですね。また他のキャラだったら未所持だったらと思うんですけど、セフィロスの超絶1個持ってないんで、まあ、それもステアップって意味ではちょっと欲しいかなと。今ちょっとドリームではちょっとステアップだけのためにセフィロスちゃんにそれ取ってあげ、ご褒美あげれないなっていうところがあるので、闇ガチャでゲットしたいかなっていうところがあります。そんな感じで前置き長くなりましたが、ファイナルファンタジー7ちょっとガチャやっていきたいと思います。バックフェスシリーズハッピーラッキーカウントダウンガチャちょっと行ってみましょうか。シリハピー。はーい。来ましたよ。ファイナルファンタジー7。7ってやっぱなんかなかなかやっぱり衝撃的でしたね。6一番好きなんですけど、6でもめちゃくちゃファイナルファンタジーどっぷりハマって、7PS、プレイステーション、CD みたいの入れて、ディスクチェンジしちゃうみたいな。あれ、衝撃的でしたね。変なムービー見れちゃって、衝撃。スノボーやっちゃったりね。まあ、でクラウド様かっこよすぎ、ティファちゃんかわいすぎ。こんな感じでいきましょうか。ファイナルファンタジー7バックフェスカウントダウンシリーズハッピーラッキーガチャジェムでいきます。はーい、かぶりなしで欲しいのはね、エアリスちゃんの変なロットどうだ。はい、アザマス、アザマス20個、これ持ってるでしょ。シルクからな、このスタンガン見て、これ何、このスタンガンの警棒。なんだっけ、あいつ、レノ持ってるでしょ、これ確か。あ、ニューだ。レノ。レノ強化アザス。レノちょっと見てみようかな。レノアザス。レノね。ちょっとな、意気込んだ割に、しょぼかったっす。まあ、未生児アザス。レノはね、まあ、3軍くらいぐらいにはなるんじゃないでしょうかね。レノちゃん、レノちゃんね、レノちゃんちょっと見てみましょうか。レノちゃん、はい、レノちゃんね、でもチェイン持ちバースト、雷ね、雷物理か、なかなか厳しいんじゃないかな。超絶ね。まあ、このチェインは使うことはまずないとして、まあ、なんか新しくね、チェインのダンジョンみたいなのが出たら、もう旧チェインしか使っちゃいけない縛りみたいな、そのルールがあるようなところだったら食い込めると思うんですけど、物理だとプロンプトがいるんでね、物理チェイン。魔法だったらガネちゃんいるし、ってところはあるんですけどね。まあでも、雷元入れのアザス。なんかいろいろあれですね、縛り系でまた違うなんか面白いギミックのあるようなダンジョン出てくれるとって思っちゃいますね。例えばなんだろう、深淵もなんかフォース出てほしいですよね。深淵のフォース
もう結構みんな強いじゃないですか。普通の親友だったらもう弱いじゃないですか。雑魚いじゃないですか。最初は大変でしたけど、どうやって倒すんだろうみたいな、もうクソピヨピヨりながら、早く魔石来てみたいな思ってましたけど、今のでも瞬殺じゃないですか。おそらく。フォース出てもいいんじゃないでしょうかね。で、まあいろんなね、星6でもダブって何個も持てるような、あるじゃないですか、アビリティ。だから深淵に出てくるやつ、もう一回ずつ、ゲットできてもいいんじゃないですかね。バルガリとかメルトン、これすごい使うでしょう。特にホノマホパで行くときってもう、なんだろう、ティナちゃんに、何メルトン持たせて、で、ビビちゃんに、何連続ファイジャー持たせてってやると、そしたらもう、あとみんなファイガしか持てないじゃないですか。メルトンも一個ぐらい持ってたらなって思いますね、正直。バルガリもしかり。雷単品の、なんだ、召喚まだないんでね。そういった意味でもバルガリだけじゃ弱いでしょう。氷だけもまだないですもんね。そういった意味だと、ティナちゃん使いの僕からしてみると、あとユーナちゃん使いの僕からしてみると、ユーナのね、覚醒奥義召喚ダブルやるときに、ティナちゃんとセットで持ってくと、結局できないんですよね。そうなるとヒーラーウララちゃんにしちゃおうかなってなっちゃうんで、そうそうそう、そんな感じで。まあ、今回レノのね、ファイナルファンタジー7は、レノの開幕マトイ、マテリアでした。まあ、被りじゃなかったんで、いいでしょう。レノ、アザス。明日6ですね。6大本命ですよ、僕の中である意味。6だったら、欲しいのはやっぱティナちゃんの覚醒奥義2、風超絶、風まといのマテリアでもって、なんだあとはオーバーフロー奥義風持ってないんですよ。風シリーズ欲しいですね。あれですよね、3つ出るじゃないですか。3つ風セットティナちゃんだったらマジやばいですよね。覚醒奥義超絶オーバーフロー奥義ドドドドドって出たら、それ出たらやばいな。そんな神引きしたらすごいですよね。というか僕このカウントダウンで神引きマジないな。覚醒奥義前回も一回も出てないな。一回は引きたいですね。戦力アップ。例えばナイトメアシリーズの覚醒奥義ゲットしたいですね。もうなんだろう、ドリームじゃ絶対取らないでしょうってやつを、こう闇ガチャで引きたいですね、シリーズで。まあ、そんな感じで今回はこれぐらいにしときましょう。ファイナルファンタジーレコードキーパーメロージャム TV。 よかったらチャンネル登録してくれるとすごい嬉しいです。 DJ ソアライズでした。ありがとうございます。